石の下に集まるマンガルツボマンガルツボは若浦ツボかに分類される3ミリメートル余りの巻貝の一種。太平洋西部からインド洋にかけての熱帯や熱帯の干潟の寄水域に生息する。俗名のイリベイデアはこの族のタイプ種イリベイデアオルナータの産地であるミャンマー南部のイラワジデルタ、イラワジデルタにちなむ。種小名のクアドラシーはスペイン人。 ホセ・クアドラスへの懸命。クアドラスはフィリピンを拠点に海類その他の生物の収集、販売、研究をしていた人物で、本種も彼がフィリピンのマラボンで採集した標本に基づいて記載された。ワミオのマンガルは本種がマンガル周辺によく見られることに由来する。ツボは巻貝全般を指す語であるが、 慣例的に微小な巻き貝の和妙に多く使用される。インド太平洋の熱帯や熱帯域大きさと、形、生害は、格好 3mm-3.5mm 前後前傾はやや低い頭型あるいはやや長めの雫型。最初の一層余りは平巻き状のため拡張は鈍く見える。彫刻、幻覚は、約二層あり表面は平滑。 高性格は全体に強い格子彫刻がある。生涯では体操に西バラが7本、自体操から上にはラーバラが4本あり、これらが縦ラと交わって荒く強い格子状になり、格子の交点は時に鋭い結節となる。7本の西ラのうち最上の1本は方号直下にあり、他の西ラより弱く2本目と3本目が、 最も強く、終焉に位置する四本目より、下の西バラは再びやや弱くなる。交差する縦ラも、確定では不明瞭となる。殻口は単純な楕円型で、内ラや,や水管口などの構造はない。生害では殻口外側を縁取る太い縦バラが形成される。各色、各本体は概ね白色だが、単光褐色の殻側に覆われ、 生児にはその表面に硫化鉄が沈着して、赤滑色に見えることがある。蓋は他のイリベイディア族の種と同様で、空口にぴったりと合う、形の角質で半透明の炭鉱色。角は軸唇側の中ほどにあり、同心円状に成長する。蓋の内面には軸唇側の内縁に沿った細い量と、角の位置から、 刃の字を横倒しにしたように放射状に伸びる2本の細いミササギがあるが、ペグなどの付属物はない。軟体、触角は細長く、中央付近と先端手前に2本の黒色艦隊がある。足の側部や糞は黒ずみ、糞から目の上辺にかけても直線眉のように黒ずむ。足の後端は尖る。死絶、ポンダーが操作電子顕微鏡写真を図示している。 他の玉切りが類るいと同様に、1個の中場、1体の側場、2体の円場からなる、紐下型。中葉には中央葉線と、その両側に徐々に小さくなる数個の葉線を持つ。中葉の側縁は厚くならず、覆面の両サイドに小さい跡葉線を1体持ち、中央基部は絶剰にやや突出する。生殖器、ポンダーが図示している。陰形は前半が幅広くなり、 先端内角の矢や針状に突出したところに開口部がある。マングローブ周辺など川口近くの寄水域に生息する。低質の難で、砂礫を問わず干潮時にできる水たまりや、オをジなどの転石や漂着物の下落葉や板切れの下、あるいは泥状などに見られ、他の貝類が少ない場所でも、本種の実が多数見られることもある。 物の下で砂霊に半分渦もれるようにして生活し、生物以外を食べているとされるが、繁殖や植生などの詳しい生態は知られていない。微小なため食用への利用などもなく、人間との直接的な利害関係は知られていない。しかし、日本の個体群は、環境開発による生息環境の劣化や破壊の懸念があり、沖縄県では赤土の沈石による、 天石化感激の目詰まりや、水域の不栄養化で生息場所が減少しているとされ、環境省のほか、鹿児島県と沖縄県のレッドリストにも挙げられた。しかし両県ではその後の見直しで対象外となった。各種レッドリストでの扱いは以下の通り、ありがとうございます。